グレーって俺やん、グレー、バンドのグレー。線のナイフでなんとかってやってる。線のナイフが胸を刺すの、グレーのニューアルバムのタイトルが、今時、ジャスティス。いうことだけを言えれば俺は今日。どういうことなのかな。40にしてジャスティスはきついと思うんですよねって誰か発言せよ。誰か言えよな。だってアンとかホワイトボードにいっぱい出すんやろ。なんか2枚組やねん。ジャスティスとギルティや。今でマジですごいな。すごいよな。よう OK したな。すごいよ。それでもこうなんかグレーってタクロウとジローとテルとグレイやんか。なんかおるやんか。もう一人なんかおるで、誰か一人が新しいアルバムは、うん、ジャスティスでいこうと思うんやけどって言った時に、うん、うわーって思ってるやつ一人ぐらいおるやろ、うん、ジロー、うん、ベースのジローは俺ら高校の時なんかおしゃれの代名詞やったよな。でもな、なんかそう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 、うん、なんで俺だけケーキ出てけえの全然分からへんねんけど。リーダー的存在じゃないの俺って。まあ、桑間曰く、バラモンやからな。つまり言いたいのはグレのアルバムがジャスティスだっていう。そう、ダサすぎるやろ。さっきもう一人のメンバー誰って言ってたっけなのに。あ、ヒサシや。ヒサシ問い、雨どいみたいな感じで言わんといて。ビジュアル系の名前じゃないよね、ヒサシってなんか。古いやん、なんか。古い、なんか、まるちゃんのお父さんみたいなもんな、なんか。まあ、テルも大概やけどな。テル、タクロ、怪しいやん。ジロー、まあ、全員怪しい。まあ、ジローも、JR やろう、ジローって書くからいいけど、まあ、ジローやからな。だってな。犬やろ。ほら。あ、なんだっけ、かっこ悪い、めっちゃかっこ悪いヒップホップのグループの、なんかバブルっぽい。わ、う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 わ、トゥナーイ、みたいな、なんだっけ。何これ、なんか、知らん。わい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 。ヒルクライムかいな。違う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 。わいらいトゥナーイ、みたいな、知らん。何何やったかな。わい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 。わい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 らいトゥナーイ。これ、リスナーは絶対わかってるはずやわ。何にしても、メンバーが3人おって、あ、そんないっぱいおるんや。うん、あ、ソールドアウトや。おー、はい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 。なんでしょ、ワイ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 トゥナイっていうの、MC2 人と、一応トラックメーカーやんねんけど、MC はディギーモーっていうやつと、なんかブラザーハイってやつなんや。まあなんかええやんか、ようわからんけど。まあまあまあ、ぽいな。うん。で、トラックメーカーは、しんのすけとか。クレヨンっていうここに来た。まあ、まあ、でも長いキャリアを考えたら、うん、ディギーモーとかよりしんのすけの方が恥ずかしくないね、最終的にはね。なんか10年後ぐらいにあいつ昔ディギーモーやったんでって言われる。コンシャスラー。